ラルフ・ハーゼン・ヒュットルは、オーストリア出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。地元のクラブである、グラーザー AK でデビューし、アウストリア・ウィーンでは、リーグ3連覇、3度のカップ戦制覇を成し遂げた。1998年から2000年にかけて、在籍したケルンでは、1999から2000、シーズンに2部リーグ優勝を果たし、一部昇格を助けた。 その後実質2軍の FC バイエルンミュンヘン2に移籍し2年間在籍した後現役引退を発表した1988年5月17日のハンガリー代表との親善試合でオーストリア代表デビューと代表初ゴールまた UEFA 欧州選手権1996予選にも1試合出場しているウンターハヒンクで監督を務める前は 同クラブの医療スタッフであったその後、ウンターハヒンクの監督となったベルナー・ローラントの助監督を務めたが、彼の成績不振を受け、2007年にクラブの正式な監督となった。監督になってからは二部昇格を目標にシーズンを戦っていたが、目標を果たせずに2010年2月に解任された。2011年1月、当時3、リーガに位置していた。 VFRRN の監督に就任する。ここでは4から4から2をベースとした、基本に、忠実なサッカーで2分でデスリーとクラブを昇格させた。2部初挑戦となった2012から13シーズンは、旧大点であった2部残留どころか、リーグ9位という好成績でシーズンを終え、監督としての知名度と評価を大きく上げた。VFRRN の監督を辞任した後、 2013年10月、マルコ・クルツの後を継ぐ形で FC インゴルシュタットレイ四の監督に就任。就任初年度はリーグ10位で終えるが、翌シーズンの2015から16シーズンは、見事な采配でチームを、史上初のブンデスリーガ昇格へと導いた。2016年5月、2部からの昇格組であった、RB ・ライプツィヒの監督に就任。また、 自身初の一部初挑戦であった。ここで、ハーゼンヒットルは大きな転機を迎える。ブンデスリーガ2016から2017シーズンでは、第2節で、強豪ドルトムントを1-0で破り、開幕13試合無敗など、1年目ながら、リーグ前半は、バイエルンミューンヘンに続いて2位に入り、1年目とは思えない成績を残し、最終的には、リーグ2位でフィニッシュ。 クラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権を得た。2017から2018シーズンをもって退任。2018年12月5日、プレミアリーグで低迷していたサウサンプトン FC の監督に途中就任した。就任後2試合目となった12月16日のアーセナル戦では壮絶な打ち合いを制し、3から2で勝利した。また、 この勝利で13試合未勝利という記録を破った。ボブッチー、ロブ、フーイズ・ラルフ・ハセン・ハットル、フェイバリット・フォー・ザ・サウサンプトン・ジョブプロフィールド、ザ・テレグラフ、一瞬0307から1235、https、www、テレグラフ、CO、UK、フットボール、2018、12、03、ラルフ・ハセン・ハットル、フェイバリット・サウサンプトン・ジョブ、 プロフィールド、2019年4月8日閲覧。SPVGG ウントハッキングアレトレーナーフォン1977、78ビス2018、19。キッカー、2019年4月8日閲覧。SPVGG ウントハッキング、アレテルミナデアゼゾン2009、10。キッカー、2019年4月8日閲覧。 VFR ウォロンアレトレーナーフォン1989 90ビス2018 19キッカー2019年4月8日閲覧バイム VFR プロングットプローンアウフデアブラストキッカー2019年4月8日閲覧 FC ウォルシュタットレイヨンアレトレーナーフォン2004レイゴビス2018 19キッカー2019年4月8日閲覧 バイエルンを追う新鋭ライプツヒがドイツのファンに嫌われるわけ海外サッカー収英社スポルティーバ公式サイトウェブスポルティーバ収英社のスポーツ総合雑誌スポルティーバ公式サイトウェブスポルティーバ2019年4月8日閲覧牛の首投げ入れられても CL 出場 RB ライプツヒとレッドブルの蜜月ナンバーウェブナンバー2019年4月8日閲覧 ライブツヒに衝撃。ハーゼンヒュットル監督が大人気へ。キッカー。2019年8月21日閲覧。ハイトナー、デビッド、サウサンプトンコンファームアポイントメントオブラルフ、ハセンハットルアズニューマネージャー。ザ・ガーディアン、一瞬0261から3077。https、www.seegardian.com、フットボール、2018。 ディセンバー、霊語、サウスアンプトンアポイントラルフハセンハットルニュー、マネージャー2019年4月8日閲覧。CO、リミテッド、フラムワン、吉田フル出場のサウスアンプトンが13戦ぶり白星。アーセナルの無敗は22でストップ。サッカーキング。2019年4月8日閲覧。ありがとうございます。